ねえ。あったよ。はい、こんばんは、カッパーチャンネルでございます。今夜もね、始まりましたけど、今夜はね、なんとブルーピリオドの坂田佳代さんと清水一平さんより、ビデオレター届いております。あのね、ブルーピリオドといえば、去年ね、カッパーにも来ていただきましたが、記憶の新しいところで言えば、2月にね、行われたベップストックというね、そうそうたる、日本のミュージシャンが集まったイベントにも来て歌っていただきました。そのブルーピリオドのね、坂田佳代さんと清水一平様からビデオレター届いておりますが、坂田佳代さんといえばね、あれですよ、696トラベリンハイという、あの映画にもなりましたけどね、ロック DJ イベントで、あの川村かおりさんとか中村達也さんなんかと一緒に、ロック DJ イベントをやってたりですね、やっぱ一番ねすごいのはあれですよ、モデルさんでもありましてね、モデル業ではなんとあの世界のパリコレに出場したことがあるというですね、すごい、方なんですけど、これねちょっと余談ですけど、パリコレに出るのがどれだけすごいかっていうのをね、ちょっとだけあのご紹介したいなと思いますけど、パリコレ、まあね、あのファッションに詳しくない僕なんかでも知ってる、まあ、ファッションの、まあ、一大祭典ではございますが、これね、日本人で初めてパリコレに出た方っていうのが1959年、松田和子さんっていう方が一番最初に日本人で出た方らしいんですけどね。それから今2020年ですよ、約60年間で男女合わせても150人しか出たことないんですよ、パリコレには。日本人がその中の一人ですよ。もうね、選ばれし者ですよこれね。そんな方からね、このカッパーチャンネルにビデオレターいただいております。ちょっと見てみましょう。どうもこんばんは、ブルーピリオドのボーカルの坂田佳代です。元気ですか？恥ずかしいね。私たちブルーピリオド、5月1日にライブアルバムを、発売しました。私たち あのブルーピリオドのベースのショップでのみの販売なんですけど、去年あの別府の方にもね行かせていただいた、ライブツアーを、収録して、あの自分たちでセレクトして、まあ、厳選した9曲かなが入ってます。で、スペシャルエディションで、2曲、FYB ジャーナル の窓木さんに参加していただいて、改めてレコーディングし直した2曲についてます。盤面の、QR コードをこう読み取っていただけると、その2曲がダウンロードで、あのどこででも聴いてもらえるようになってますので、あのぜひ皆さん買ってください。まあちょっとなかなかね、いつになるのかなみたいな感じのこう状況で、そんな中でね、あのベイビーとかも頑張ってYouTuber への道を目指し、あのね、こうやって YouTube チャンネルとかをね立ち上げたりとかして頑張ってますが、あの我々もできることをね、あのちょっと頑張っていこうと思ってますんで、こんな時にあのライブ版でしばらくあの会える日までちょっと楽しんでいただけたらなと思ってます。CD の中にあの黄色いチケットがあるんですけど、それはあのまた会える時まで持ってってください。もしかしたらまた会える時にそれを持ってると、うちのギターの一平さんが会場で一杯おごってくれるかもしれない。何か、まあ、ちょっとそれは冗談だけど、何かあのそういうちょっとまた会った時に何か交換できるといいなと思ってるので、ちょっとまだ何にしようかっていうのは決めてないけど、ちょっと大事に保管して、次会える日までお互いちょっとしばらく頑張りましょう。またね。こんにちは、ブルーピリオドの清水一平です。5月1日ライブアルバムライブ&ポエツが発売になりました。皆様よろしくお願いします。熱い。聞いて
いただきましたね。ありがとうございます。嬉しいですね。なんかね、カッパチャンネル見てくれてるんですかね。なんかちょっと真面目にせんと悪いかなとか思っちゃいますけど。あとね、あのチケット持ってたら一平さんが一杯おごってくれるかもしれないということなんですけどね。一平さんにおごってもらったらそのまま朝まで付き合うことになるかもしれませんのでね。その辺は各自のご判断に、任せてということになるんでしょうけどもね。さっきもね言ってましたけど、ブルーピリオドさんの今回の、作品、ライブ&ポエツということなんですが、こちらになりますね。去年リリースしたファーストシングル「トラベリンハイ」のリリースツアーより厳選した9曲を、ね、収録したライブ版となっております。カッパーレーブンスでもライブしていただきましたねということですね。ありがとうございました。で今度ですね、あのスペシャルエディションとしてそのね、ジャズパンクトリオの FIB ジャーナルの山崎まどき氏と新たに、スタジオ録音した2曲も、収録したアルバムとなっております。5月1日発売ですということなんでですね、こちらはね、さっき言ってましたけど、あのベイズのね、専用のとこから買えるそうで、これあの後で YouTube のこの下の何ていうんですかね、説明欄のところにあのカエルサイトを貼っときますんでね、どうぞよろしくお願いしますということなんですが、そんなねブルーピリオドさん、なんとね明日5月6日に、配信ライブを行うということで、こちらですね、なぎらコーヒーのブレンド一つ投げ銭生配信ライブということで、明日5月6日水曜日、時間は9時からですね、9時スタート、出演がなぎらコーヒーのなぎらあつしさん、清水一平さん、トネーロさん、吉岡雄三さん、そしてゲストに坂田佳代さんということで、配信のね、YouTube のリンクも、コメント欄じゃないや、説明欄に貼っ付けておきますんで、ぜひね、そちらから飛んでいただいて、見ていただけたらいいなと思うんですけど、これ一応無料生配信になってるんですけど、アーティスト支援のためにですね、パスマーケット上で投げ銭も、受けたまっておりますということです。投げ銭してくださった方には坂田小代さんのなぎらコーヒーとのこの日だけのコラボ音源をプレゼントいたしますということなんでですね、皆さんぜひ支援のご協力のほどよろしくお願いいたしますと、いうことなんですけどね、なぎらコーヒーさんのね、YouTube のアカウントですね、空飛ぶ小豚屋っていうね、こちらのマークが目印なんでですね、ぜひそちら探していただいて、YouTube のあれも貼っときますんでですね、明日、5月6日水曜日夜9時スタートということなんで、ぜひね皆さん一緒に見ていただけたらいいなと思いますね。でね、どういう、ブルーピリオドさん知らない方に、どういうねバンドなのか歌を歌うのかなって気になる方もいらっしゃると思うんでね、こちらちょっとライブ映像の方ね、ちょっとご覧いただきましょう。Traveling high, 旅に出る Traveling high, 風香る Traveling high, 踊ろうよ大好きなあの曲をかけて、もしかするとこの線路は直線ではなく路線してるのかもしれない、回ってるのかもしれない、ダンスみたいに先を行くのは思い描いた自分だから追い越すんだ、たとえトンネルの中でも暗闇でも答えを追い越すようです。 All answer can be better by action、 ダンスみたいなステップで調べにない、旅は続く、踊りながら調べにない、調べにない、草木
はい、聞いていただきました。ブルーピリオドでしたね。ぜひね、気になった方はですね、5月6日明日、夜9時から、なぎらコーヒーのブレンド一つですね、こちらの生配信ぜひ見てくださいということです。それとね、もし気になった方は、5月10日にもですね、これ吉祥寺の、ボアボブさんっていうところからもですね、ブルーピリオド生配信するそうなんでですね、ぜひそちらの方も、チェックしていただけたらなと思うんですがね。今夜のカッパーチャンネルいかがだったでしょうかということなんですが、またね、5月いっぱいまでなんだか緊急事態宣言が伸びてしまってね、まあ不自由極まりない生活をね、強いられている皆さんに、まあ少しでもね、楽しんでいただけたらなと思って、こんな感じでお送りしております。ぜひね、引き続きチャンネル登録、拡散、よろしくお願いいたしますということなんですがね、今夜はね、そろそろお別れしましょうということで、ありがとう、ご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさい。バイバイ。一緒にお酒を